マジそんなあれになっちゃう、悲しい感じになっちまうだ。嘘だろ。いやそうなるよな、シュウヤ、お前には全て話す。だって10年間どうやって過ごしてきたんだ。26じゃねえな、何歳だ。よし、ここなら絶対見つからない。やっぱり7歳から今もう26歳でしょ。だいたい19、そうだ、19年だよな。やばいなぁ、いずる。19年間親にも会えなかったってことになるよな。あの時、見つかりたくない一心で焦って隠れようとして俺は締め直す。そうか。ああ、わかる。なるほどな。あ、そういうことになっちゃうんだな。結局、やっぱりいずるもさつきのことを思っていて必死だったもんな。そういう展開なのか。うわぁ。っていうか、これが結局なんか非現実的だよな。どうあっても。まあ、作り物だからあれだけど。ねえ。クロノトリガー。うわ、ダメだ。なるほどな。これで全部一致したわ。んで、そうか、今7歳で、9年前に飛ばされたのか ?9 年前に飛ばされて、うわ、これはいかんわ。トールオールの大事。なるほどね。そういうことになるのか。地面に叩きつけられて気を失った。これでは後でわかる。ああ、だから、これが、結局、ここには、いけなかったんだよね、シュウヤは。これはいずるだけなんだ。ああ、そういうことか。出なかったんだ。ああ、それで、うわあ、これで出れなくなったっていう話になるんだ。7歳の俺は自分の生まれ2年の前の世界に取り残されてしまった。いやあ、そう、うわあ、その頃の俺の両親、そうだよなあ、2年前だもんな。結婚2年前だもんな。誰一人も生まれてない。うーわ、これは地獄だぜ。そうだよな。誰も話すと、そんなもん信じられてくれねえよな。ドラえもんだってそうだもん。ドラえもんはもうちょっとあれか。みんな、優しいな。想像で、いや、地獄だよな、ほんと。19年だもんな、それは。19年過ごしちゃうもんな。行く当てもなく帰るの、ただ楽しい。あー、寺に引き取られた。この平吉。住所か、ほんとにいい人で詳しいよな。一つ、ただ俺の顔見つめていった。っていうか、だったら、ねえ、この顔でさ、このイズルに出会ってるんだから、生まれた時のイズル、何年かしたらさ、こんな格好になるから、ちょっと疑問に思うわけじゃん。あれ、君はイズルだったのかみたいになんねえか。なねえか、そんな都合よくなんねえか。俺は居場所をくれた住職には感謝しても消しきれない。あ、ていうか、俺ちゃんと読んでなかったな、住職んとこの話。もうちょっとちゃんと聞けば、なんか、イズルになんか、平吉についての話とかもいろいろ聞けたはずだったと思うけどな。ここで生きてみようって思ったんだ。そうか、とはいえ最初受け、じゃあそうだよ、だって、お前7歳だぞ当時。俺は平吉の、そうだよな。だけど俺が平吉になってから何年か経った後。過去遂、ああ、吹き飛んだんだ。どうしたか？忠信さん、めぐみさん。ああ、そっか、そうなるよな。2年後だな、これ。結局。これおそらく今、いずれ9歳ってことでしょ？あら、キリトさん、男の子にきっとかわいそうね。まあ、万能だもんな。この、イズル。出来すぎだみの万能だもんな。夫と二人で考えました。この子の名前は、イズル。いや、そうなるだよな。ものすごい、これはショックだよ。だって、ここにイズルがいるもん。何年か過去の世界で暮らしてきて平吉としての生活、慣れていたけど、心のどっかでいつか元場所に帰れると思ってたんだ。だけど、そうじゃなかったんだ。だって、これでね、俺、イズルだよって言っても、は？お前誰だよって言われるもんな。平吉だろって言われるもんな。いや、マジか。これは悲しいわ。マジでこれ悲しい感じじゃねえか。イズルが生まれてしまったことで俺も帰りたかった居場所は消えてなくなった。うわっす。俺はこの日から、平吉として生きてる。いや、マジで。あ、でもさ、これネタバレになるから、前だいいや。この後もなんかあるんだよな。これ終わった後も確か。しかし俺の、いずれが7歳になってます。でもそうしたらさ、なんかパラレルワールドみたいな感じになるとかあるよね。ドラえもんの展開だったら。いや、これは、そうだ。それが、ネタバレになるけど、あるんだよね。確かその後の話になるはずだよな、これ。この世から消えてしまうのか。これだよな。だから次はこれを止める展開になるはずなんだけど、どうやってなるのかはわからない。から、後でやるしかねえよな。自分が消えてしまうかと思うと恐ろしくて、とてもじゃないが止められなかったんだ。やべえな。どうよ、こんな展開。もうさ、今後のさ、この世の中っていうか現実でもさ、こういうタイムマシンとかできたらさ、えらいことになりそうだよな、ほんと。もうなんて言ったらいいかわからなく、胸が締め付けるような思いで何日も何年も過ごして、
19年だもんな、特にきつかった。毎年祭りが、日が来るために、ゆずるのこと、うわぁ、そうか。いや、そうか。いずるがいなくなったんだ、結局そこでも。そうだよな、そうなんないとダメだもんな。成り立たないもんな。うちのいずる見ます。うーわ、こんなの。俺がいずるですって言っちゃえばいいんだけどね。ダメだよな、そんなこと。おかしくなるもんな。うわぁ、これドラえもん見たくなってきたな、なんか。いや、その、めぐみさんはいずるくんがまだ、どっかで生きてる。結構、もちろん。きっとどこかで元気にしています。いやマジで泣いちゃうだろこんなの。本当は寂しがり屋なの。うわそうかそうかそうか。いやいずるは陰で努力するタイプでもあったのか。もう最高のタイプじゃねえか。そうですか。ここにいずるがいるんだよ。ここにいるよ。目の前にいるよ。お祭りなくなってしまったらまたお祭りの日に帰ってくるんじゃないかなって思ってる。ああそうか、ずっと待っててんだ。ずっと待ってるんだ。これはどういう意味だろう。これはある天の気持ちを歌ったわけだと思います。ん？何が書かれているっていう意味です。この人あれなのか、あ、この人天さんだったんだ。へえー、そうだったんだ。この思い届くな、私には何か憧れても構わない。私はずっとあの子の帰りを待ってます。いや、そうだよな、それがおやつもんだよな。でもよ、でもよ、俺がいずるなんだよ、そうだよ。これが言えたらどんなに楽だったか、説明しやすくできないことが苦しくて苦しくてたまらなかった。僕らの中で9年前に飛ばされて過去の世界でお寺に広まれて育ったんだなんて。言えるわけねえよな、信じてもらえるわけないじゃん。なんだよ、この悲しい感じ。そうだよな。何より母さんの前から7年の、7歳のいずるがいなくなったことに変わりはない。それに、もう今の自分は、平吉であっていずるではないから。うーわ、これは、マジか。もう平吉として随分長い時間を過ごし、19年だよな。平吉としてお過ごしも悪くないと感じるような好きだったけど、心残りはあった。真実を話せないこと、みんなと同級生として。うわぁ、そっかそっか。あ、でも一緒に過ごしてたよな。確か、思い出の記憶だからなんかそういうのであったよな。それでも叶うならも。そうだよな。マジか。まあでも、幸い、なんか遊んでたよな。野球とかしてたよな。いずるもいたもんな、その時確か。お、なにこれ。な、いず、お前は。島の守り神、ゆうなぎさんは不思議な力なのか。え、長く続く、なんて読むんだこれ。ごめん、終わらない夕暮れのせいなのか。その日から、マガトギリの祭りだけ、7歳のいずるが現れるようになった。あー、だから、あれか。一番最初にも、確か、いずるみたいな、そうだ、あれいずるで、これだったんだ。はい、島の住民にも祭りの間にたびたび亡くなったら知っている者もいるだろう。そしたら終わりだもんな。解けない呪いのよう。そうかそうか、あれはだから祭りの日に出しか出ないいずるだったんだ。なるほどな。あれは俺が生きるために捨てざるを得なかった本来の自分の姿。どこにも行けずただそこに居続ける俺の心残りや後悔の塊。あの日の俺は今もまだ、終わらない夕暮れの中を一人で駆け回っているんだ。いや、そうか。いやー、っていうか、雨が、ちょっとだけ止んできた。雨が少しだけ止んできた。長かった。本当にな。マジか。タイムカプセルを掘り出しても代わりに手紙を、今日はみんなで入ること。そうだよな。そうそうそう。今日、あー、なるほどな。あ、だから10年待ってたんだ、ずっと。そういうことか。うわ。タイムカプセルが祠に落ちてたんだ。え？あ、そうだよな。だから、見つけてもらうためか。どうして、いや、だから、過去に戻ったお前ならわかるだろ。そのタイムカプセルを持ったまま時空の歪みに飛び込め、10年前のあの日に戻れる。みんなでかくれんぼをしていずるがいなくなってしまうあの日にな。それを全部仕掛けてたんだ。タイムカプセル、うん。もう一度あの日に戻っていずるを止めるか。ってな、どうしようか悩みながらふらふら歩いてるうちに気づけば。ああ、わかるわかるぞ。でもな、そこまで、それまで、やっぱりこ、なるほど。みんなで平吉が持っているわけにはいかないだ。だから申し訳ないと思いながらその前を捨ててきちまった。そういうことだったんだ。そうか。あ、そうそうそう。俺も結局さ、それさ、俺もマジで、いずる、お前のことほんと悪く思ってたんだけどさ、もう、サツキは俺のもんだって、普通に思っちまって、てっきりサツキは一人で中に入ろうと思って止めようとしただけなんだ。あー、そういうことか。あいつに俺と同じ思いしてた。そういうことか。まあ、そうだよな。なるほどな。そういう展開か。連れ去ったわけじゃねえんだ。怖かっただろうな、サツキにしてみれば突然目の前に。サツキは俺のせいで気を失ってしまった。うわ、こいついいやつだ、ほんとに。うわー、マジか。こいつ。平吉はマジで、まあ条件のことをな、僕らの一人、そうそうそう、うん、それは、うん、
それもしかしたら袋の中に常に誰か入ってさ、うん、それに気づいて、はい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 、で、あ、そうか、ユナギ様がユナギ様の変装してたわけか。あーそうか、マジで、じゃあ別に俺らに恨みがあってサツキをさらったわけじゃなかったんだ。うわ、マジで最後の最後までいいやつじゃねえかお前。そんな、そんな辛い思いされても自分の気持ちを頑張っていきたい、なんて言っていいか。もうそうだよな、ずっとなあ見守ってくれたってことだよな。まあなあ、いやばっ、いやいや、もうだん、何にも言えねえよ。う、え、ツンと痛い胸がいっぱい詰まって俺、いやもうマジか。いや、いずる、いずる、いずる、なんでお前が泣くんだよ、泣くに決まってんだろ。でもな、俺は本当に感謝してるんだぜ。柊也、お前のおかげなんだよ。変わったな、お前本当に強くなって。もうダメだよ、涙止まんなくなっちゃうよ、柊也が。強くな、いや、強くなった、昔とは大違いだ。いや、もう本当になんだよ、この、マジこのストーリーはよ。昔言ったら二人で火、いずれお前守るって言ったのに消えていなくなっちゃう。お前は一人になるために、ここだけ、ここまで来てくれたじゃねえか。うわ、いずる、いや、もういいから、お前、いずるでいいじゃん。平吉じゃなくていいよ、もう。俺が話したことみんなには言わないでくれ。俺は平吉。マジで、そんなこと言え。これからもうお前、平吉さんで、男同士の約束だ。うわー、マジ、そんなことになんの？あー、いずるいろんな気持ちが胸の中に渦巻いて叫ばずにはいられなかった。僕はいずるに何かしてあげられたのだろうか。なんてこっちゃ。イズルが過去に飛ばされて漫画時のくらい勝手に入った罰なんか、イズルはただあの日の隠れんぼで勝ちたかっただけなのに、なんてことをしてくれてんだ。サツキのことが好きで告白しようって、いやーマジでどこまでお前をイズル男なったんだよ。何をどうすればよかったかわからない。とにかく悔しくて悔しくて自分がちっぽけに思う。あれ、てか俺このゲーム初めてやった時何も思わなかったのかな。いや、てか当時そうか、俺うつっぽかったもんな。うわー、イズルえ、なに、え、そんな動かない、え、なに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 、イズルだ、おおイズルだ。これはあれか、さっきの言ってた祭りの時しか言えないイズルが、わあ、どうして、どっから説明すればいい、俺でも自分でもよくわからないんだけど、なんだこの本当によくありそうなドラえもんの感動シーンみたいな感じ。これドラえもんで再現してくんねえかな、マジで。こんな感じの。うわぁ、まあ、ユナギ様不思議な力助けてくれたのかもしれないな。だからさ、俺みんなのこと、はぁ、マジで、どのイズルも、本当に男だ。平吉のイズルも、このイズルも、マジで、最後の、ずっと、永遠に、男だ、お前は。うん、ありがとう、よろしく頼む。それじゃあ、イズルは、ユナギ様と同じ守り神だな。そう。そうだよ。お前は本当守り神だよ。ああ、かっこいいよ。いずるは本当にかっこいいんだよ。お前はスポーツもできて、勉強もできて、いつまで経っても僕のヒーローだ。うん、なんつう、もう、もうなんつうヒーローだよ、お前は本当に。もうそんなこと言われたら俺なんか、ごめんごめん。あ、そうだ、しゅうや、お前に言いたいことがあるんだ。何ですか？え？ありがとう、そうだよ、お前。え？え、なんか、タイムカプセルを埋めた時のことまだ思い出してないだろ。タイムカプセル、なんだっけ、なんかあったっけそんなこと。よし、バッチリ埋めたぞ。うわぁ、またこんな感じの BGM で来るか。もうどんだけ泣かせるんだよ。あれ、こんなに人いたっけ。あれ、待って。あ、そっか、いたか。ニーシーロハ。うん ?8 人もいたっけ。そっか、うん、私もみんなで開ける10年後が楽しみだ。ねえねえ、サツキはタイムカプセル何を入れたの。確か、あれだよな、なんだっけ、ビデオだよな、確か。なんでもなん、教えてくれたっていいじゃん。うっせんだよ、ディーノ。お前はちょっと強引すぎ、サツキが困ってんじゃねえか。あんたのこの子、それで。この二人は結びつきそうだよな、このトラヒコとディーノ。なんですって。ああ、逃げた。ああ、そういう感じになるよね。ああ。ダメな、もう俺。黙りたい、この BGM ずっと聞いてあげたいな、視聴者に。でも、うん、基本的に俺の実況はほんと沈黙禁止な感じにしてるから。しゅうやくん、いずるくん、私たちも行こう。三人か、ちょうどいいや。お、ここで、まさかの、まさかの告白ですか？いやでも、あ、そっかそっか、かくれんぼで勝負して告白するって約束だったんだよな。え？ちょっと、いずる何を言い出すんだよ。お前は本当にどこまでも、お前は理想的な男だ、本当に。
これからかくれんぼする週やった方が、うおほほほほ、こいつやるな、ほんと。7歳だけどな。多分ここ今7歳でしょ。てか7歳で今更だけどさ、タイムカプセル埋める歳なのか。バカ余計なこと言うな。俺は好きとかこう言ってないだろうが。いや、告白するって言ったらそれも好きって言って、まあそうなるよな。まあ、そういう、うん。まあ、先入観あるよな。ええ、告白されるの、ま、うわ、さつき、マジ？え？例えば私の方から二人のどっちかを告白するとダメってことなんだよね。いや、ま、俺は修也と俺の男同士のやつ、ちょっと勝手だな。男同士のやつ関係ないだろ。わかった。え？いや、それを受け入れてくれるさつき、え、マジ？これを受け入れてくれるさつきもさつきで、なんで、おい、こんな展開は、ほんと今の時代ねえぞ。なんだこの展開は、イズルのやつ。いやー、そうか、そういうタイプでもあったんだ、イズル。そうだね。うん、いいの。だって7歳だもん、しょうがねえもん。サツキが嫌だったら、嫌じゃないよ。いや、もうサツキがもう本当になんだよ。二人のこと見てるより羨ましいなって思うんだ。いいよね、男の子同士の関係ってさ、変化したりすることきっとあるんだろうけど、憧れちゃうな。いやもう、なんだよー。なんだよ、もう、さつきちゃん、もう。ダメダメ、俺にはまだ、大切な、ね、子がいるからね、ダメだよ、こんなところでさらに浮気しちゃうね。ダメダメダメ。あ、うん、僕も絶対守るよ。この子と君は結びつく関係になるはず。俺が作ってやるよ、これから。あ、もうそれ楽しいね。うん、楽しい。行こう、みんな待ってるよ。いや、なんだよ、こんな、ねえ、俺ももしこんな時期ができたらね、どんだけ、あ、そうだ。いやー、俺の時期はずっとゲームだったよ。もういつまで経ってもゲームだったよ。勉強やって言って、ずっとゲームしていたからね、俺の頃は。僕とはさつきたくさんのや。あー、そっか。そっか、っていうか、いずるのこともそうだけどね、約束も、さつきのこともね、わ、これは、どうなるんだ。ちょっとこの辺もまだうろ覚えだからよくわかってねえよ、俺。いず、思い出したか。あいつはさ、俺があの時無理やり約束、今も覚えて、いや、さつき。今すぐ行ってやれよ。いや、でもいずるもいるな。どうすればいいんだ。みんな守りながら、しゅんやのこともあいつも好きさ。俺はあのかくれんぼ、なのにさ、10年経った今もあいつはただ待ってくれてたんだよ。もういいんだよ。いなくなった俺のせいでしゅんやさつきがこんな感じで嫌なんだよ。俺ら、お前と、さつきもしゅうやもみんな大好きだぜ。かくれんぼ、お前の勝ちだ。俺のことはもういいからさ。そんなことねえよ。行かないでくれ。え、行っちゃうだ、これ。そろそろ待つ。うわ、そんな待ってくれ。せめてみんなに人、それはダメだよ。もう時間がない。それにさ、みんなと話したら、寂しくなるじゃんか。お前は、なんだって俺は言うなぎさまと、お前は本当男だな。いや、もうお前は完全にもう男よりも神になるわ。え？おぉ、おぉ、いずる行かないでくれ、いずるみんなで一緒にいようよ。さつきの結婚にも見守ってくれよ。なあ、タンポポが舞い上がっていく。タンポポか、これ。あ、そっか。うわ、タンポポの花言葉、別離。うわ、なんつうことをしてくれるんだ。おぉ、これは、え、今のあれか、トラヒコか、17歳の、この子誰だっけ、と、え、千鶴だっけ、あれなんだっけ、やべえ、忘れちまった。わぁ、銀太だ。いや、なんだよ、これ、マジで。うわぁ、そうか、でも、これで終わりじゃねえんだよな、確か。あれ？シュウヤ、あれ？違う、十兵衛も一緒にいる。なんだこれ？あ、そっか、一緒にいてくれって言ったもんな。サツキのこと頼むって言ってたもんな。違うよな。裏切るわけじゃねえよな。うわぁ、マジ？え？夕焼けに染まる空を見上げて僕は思った。夕凪島のマガトキの祭りに火が出て起こる終わらない夕暮れ。あまりにも神秘的なこの景色はまるで別世界みたいだと言われている。終わらない夕暮れが終わる。それと同時に僕は脱出する。今までに閉じこもっていた自分の小さな世界から。最後のきっかけはやっぱりイズルがくれたんだ。ずっとみんなのそばにいる。だから寂しくないぜ。イズルらしいよ。下手な嘘だよ、本当に。寂しくないわけないじゃんか。寂しくないって言ったら嘘になる。だけど。寂しくないけどさ、寂しいけど寂しくないんだ。泣きたい気持ちをぐっとこらえて僕ら少しずつ前に進む。わー、マジで少しじっぱりで寂しがり屋の君みたいに強くなれるように。わあ。
で、そう、この後に、あるんだよね、確か。うわぁ、これは、絶対トゥルーエンドを見せてやるからな。よし、約束だぞ、誓いの指切りをしよう。あぁ、指切り、ゲーム、ハイセンボン、ノーマス。いやぁ、指切った。おいやぁ、これが、いわゆる一つ目のエンディングですね。いやぁ、マジでこういう展開だったんだ。いやぁ、そうだったっけ。いや、これ、また後で話すんだけど、これ、彼女を最後にそういったもう、なんか最初は悲しい展開のエンディングで、最後ハッピーエンドだっただっけだから、あるわけですよ、こっちにも。確か。いやぁ、これは本当にすげぇ完成度だな、シュープロさん。うん、ていうか、これを言うセリフではない、まだ。まだあるんだ。まだあるでしょ。まだあるんだよ。いや、これすげぇな、本当に。っていうか、本当に、スタッフそれだけしかいねえだ。めちゃくちゃすげえな。終わらない夕暮れに消えた君。とりあえず、これは、バッドエンドじゃないけど、普通の一つ目のエンディングでしょうね。だよね。達成度95。そうだそうだそうだ、やっぱあるんだわ。全部クリアしたもん、俺もう確か。エンディングも、あれやったもん。よっしゃ、行くか。これはちょっとね、明日やりたいと思います。今日夜もう遅いので、これでご飯食べて寝ます。明日ね、張り切って実況しますので、最後。よろしくお願いします。必ず、ハッピーエンドを目指します。To be continues!